こんにちは皆さん。ですね、私はこれから髪を切りに行ってきます。私のインスタグラムでですね、ハワイに住んでいる方でおすすめの美容室あったら教えてくださいっていうのをインスタグラムに載せたら、答えてくれた方がいたんだけど、あのね、驚いたことに、なんか私ハワイだからね、日本の美容室もいっぱいあるから日本の美容室の情報が来るかなと思ってたら、思ってた以上にそのアメリカの美容室とあと日本の美容室半々ぐらいな感じでおすすめもらって、でどうしよっかなみたいな。てか正直アメリカの美容室をおすすめしてくれた方の方が多かったんだけど、これはなんていうのかな、私がそのなんていうの、する髪型とか、あと、まあ、今まで行ってた美容室とかも全部アメリカの美容室だったから、なんかまあアメリカの美容室行くにも日本の美容室行くにも抵抗はないんだけども、そのメインランドに住んでた時に日本の美容室がね身近に全然なかったから、アメリカの美容室に行ってて、でなんか結構そのアメリカに住んでいる日本の人とかは結構そのアメリカの美容室に行って失敗したこととか結構聞いたし、自分も経験したんだけど、美容の専門学校に行って、で美容師の免許取ったら、そのなんでその彼らがこういう風に切ったとか、なんかそういうのをすごい理解できるようになって、だしあとまあそのなんていうのかな、流行りの髪型ね、こっちの流行りの髪型で切ってもらったりするときとかね、やっぱり髪質は私たちは違うんだけどさ、その、髪質ね、私たちのこのアジアンの直毛で、まあ、大体の人だけどね、大体の人がほら黒くってさ直毛でみたいな感じの髪質が多いじゃないですか。ちょっとこれさ、ライト大丈夫？私はなんだかんだその初めの方は結構失敗した感が多かったんだよな、アメリカの美容室に行って。ああ、なんかこうしたかったんじゃなかったのにとか、なんかそういうのがまあちらほらあったんだけど、でもなんだかんだ最終的にはね好きだったんだよな、そのアメリカの美容室に行くのとか全然抵抗もなかったし、まあ多分その学校に行ったことが大きかったと思うんだけど、そうなんですよ。でね、そのあおすすめの美容室ありますかって聞いた時に、そのアメリカの美容室も結構あって、で、どうしようかなと思ったんですよ、どっちに行こうかなみたいな。だけどなんかずっと本当はね、その日本の美容室に行きたくって、結局ほら同じ髪質を切ってくれて、同じ髪質を知っている人に髪を切ってもらったりとか、同じ髪質を知っている 100% 分かっている人に髪を染めてもらったりとか、やっぱそうやってやるのがやりやすいっていうか、なんだろうかな、分かる、知ってるわけだからね。そうだから、なんだっけ、あ、そうだ、私はずっと日本の美容室に行きたかったけど行ける機会がなくって、そのメインランドに住んでた時に近くになかったから。でだし今やっとハワイに住んで日本の美容室がいっぱいあるところだから、日本の美容室に行こうと思ってですね、そうインスタグラムとかヤルプの写真を見ると結構カラー推しのお店が多くてですね、カラーに力を入れているところが。で私は今回髪を切りたいだけだから、それでその写真を見てたら、やっぱショートカットってそのなんていうのかな、ごまかせないっていうか、髪切るとごまかせないじゃないですか、ショートカットって。でそのショートカットで、あ、この人の髪の切り方上手だなっていう人がいたから、彼のヘアサロンにこれから行こうと思います。あ、間違えた、まあいいや。Go past this light, then at the next one, turn right.
旦那さんの車で今日来たんだけどさ、車に入ってすぐこれよ。捨ててよって感じよね。あと3分で着くって。Turn right into the parking lot, then arrive at your destination. Thank you. Arrived. 着いた。ちょっと早く着いちゃったから、コーヒーを買いに行こうと思います。でさっき車止めてる時にオーナーさんに会って、ちょっと早いけど車止めていいですかって言ったら、おーいいですよって言ってくれたから、これから歩いてコーヒーを買いに行こうと思う。約1時間ぐらい早いから、私ここに行きたいわけよね。でもここだ。コーヒー買うぞ、これから。暑いな、もう。 Ooh, what is this place? 何ここ。横綱だって Oh yeah, ここだ。このコーヒーショップだ。どれにしようかな。Hello. Hello.16 ounce latte, please. Ice cream. Ice. 日本人ですか？日本人です。あ、OK です。日本人ですか？はい。なんだっけ、オーツミルクあります？あ、あります、あります。じゃあ、それで作ってもらってもいいですか？$6.23。はい。あ、どうぞ。ありがとうございます。ここに日本の雑誌がある。お、日本の会社なのかな。こんな感じで美味しそうなデザート。ティラミス美味しそう。見て、こんなんあるよ。見て、こんなんあるよ。すごくない？コールドブリューだ。こうやって作ったの、すごい。ありがとうございます。これ日本の会社ですか？いや、オーナーは
あ、そうなんですか。すごいヤルプいいレビューがあったから、いちいち歩いてきましたよ。え、でもコーヒーは美味しいと思います。あ、本当ですか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、さようなら。 OK、 あのね、ウクレレが欲しいの私で、そこにウクレレ売ってるから、ちょっとウクレレ見よう。で、ウクレレが売ってるでしょ。かわいい、欲しいんだよ。あ、高いね、やっぱそんなもんか。 Hi, how are you? Is it okay to take a video? Thanks. Wow, so, 高い、見て、これとか200ドルもするよ。ナイス、ここだって。これがね、49ドルなんだって、白いウクレレ。ちょっと他も見てみようか。 Thank you。 他も見てみよう。あ、かわいい、かわいい。Hello. よし、そろそろ。てか、まだ4時半なんだけど、歩いて向かおうと思います。みんな虹が見えるよ、虹。見える？かわいい虹が見えるね。こうなったときはさらないといけない。もう一回やって。すごい。後ろが。かわいい。超健康的。何つけてくれたんですか。オイル。あ、ヘアオイル。ほら。あ、ない。あ、本当だ。大丈夫ですか。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。イエーイ。今ね、終わってトイレに来て、でちょっと改めてまた鏡で見てるんだけど、彼多分さ、私以外に髪やってる人がいたから、私が終わった後、ほら喋ってられないじゃない。だから終わった後もすぐお店出てきた感じになったんですけど、でトイレ来て今こうやって改めて見てるんだけど、私見て超髪がなんか健康的で、すごい嬉しい。あの傷んでたところ切ってもらったから、
テンション高いって来るんだよね。すごいいい方でした。髪食ってくれた陽介さん、陽介さんおすすめしてくれた方ありがとうございました。とてもナイスなあの方で、髪の毛の切るのもプロフェッショナルで、とても話もしやすかったし楽しかったでございます。じゃあ帰りましょう。私はね、いつもブラントカットが好きで、こうストレートのワンレンみたいなのが好きで、いつもそういう風に髪の毛を切ってたんだけど、今日はなんかこうちょっとレイヤー入れ気味な感じで髪切ってもらって、私がさ美容の学校行ってた時はもうお客さんがレイヤーカットばっかりだったから、自分のお客さんにはレイヤーカットして、ブロードラインもこういう感じでやって、こういう感じでなんかこうなんていうの、波じゃないや、風になびくみたいな感じでブローアウトしてって感じだったの。なんかこれがすごい私的にはこうアメリカンヘアカットみたいな感じのイメージでやってて、で今回なんかその傷んでるところ切ってほしいって言ったら、まあちょっとブラントよりかはそのちょっとレイヤー入れなきゃいけないみたいな感じになったから、レイヤー入れてもらったんだけど、 Yes いい感じだ。こういうのもありのね、こういうのもありね、新しいあのヘアカットチャレンジするのもありよね。うちのね旦那さんがですね、私がすごい気に入ってたドンキで買った食器、あ、今シートベルトしてるじゃん、ドンキで買った食器を割ったのよ。 Starting route to Don Quixote. Head southeast on Capilani Boulevard. そう、割ったのよね彼がね。まあ洗って、お皿を洗ってくれてて、こうアクシデントで割っちゃったんだけど、それだからさ、私はさまたそのさ、もともともお皿全然ないのに、うち引っ越してきたばっかりで食器が全然ないのに割っちゃったから、ちょっとそのさ代わりになるようなまた食器を買わなきゃだなと思ってですね、いるわけなんですよ。私ね、皆さん美容室来て、でまだちょっと時間が早かったから外でうろうろしようかなと思ったわけよ。外で座ってあの待ってようかなみたいな、お店の外で。そしたらね、なんかちょっと怪しい人がいて私の方に近づいてくるから、ちょっと怖くなってですね、それでお店にちょっと早く入れさせてもらったんだよね。こんなさ、コロナがあるからあんまりね、こう無意味に長居したりとかするのは良くないと思うんだけど、それか無駄にこう早めに来てねとかさ。だけどちょっとね、怖かったな、あの人。ちょっとなんか多分私がメインランドにいる時と同じ、この何、同じ感覚、なんかね、結局なんか メインランドに行った時は結構本当に怪しい人がいたら本当に気をつけないと、本当になんかアタックされたりとか連れてかれたりとかするから、本当にだからそういうマインドで、もう本当に自分の身を自分で守るっていう感じだからさ行って、でハワイはね、そのほらメインランドと比べてなんていうの、まあ安全とは言えどでもわからないじゃない、全然犯罪もあるゼロじゃないからね。だから本当にあれですよ、気をつけないとさ、異常に反応するのもあれだけど、でもしっかりこう自分の身は自分で守るって感じ。私お母さんだし、私いなくなったら困る人いっぱいいるから、そういった感じでね、ちょっと早くお店に入れさせてもらって、入れてくれたから、なんかああいう時の安心感ってないよね、はあ、よかったみたいなさ、安心感よ。ちょっと私はこれからドンキホーテに行ってですね、その食器を買いたいわけなんですよね。ここさ、ターンできんの？ No turn って書いてあるよ。あとね、ハワイのこのさ、ワイキキのあたり来てびっくりするのは、ホームレスが多い。Go past this light. Then at the next one.
Turn right onto Atkinson Drive. Wait, what? Damn. これさ、行けない系もしかして私。ここで曲がれって、ドンキ行きたかった、ここで曲がってくれって言ってる。ドンドンドン、ドンキー、ドンキーホーテイ。Go past this light, then turn right into the parking lot. Okay.Turn right, then arrive at your destination. 来ました皆さん、ドンキーホーテイ。お、大丈夫？ Okay. Make sure everything is okay. Okay. Arrived.オッケー、来たよ、ドンキだよ、着いた。髪の毛ついてる、私めっちゃついてるね。食器売ってるとこに来たけど、あ、かわいい。このさ、日本の食器にハマってるわけ。日本食、日本ロッキーな感じのお皿にはまってるのよ。これ買おうかな。2.99だって。あ、こっちの方が可愛いか。こっちは可愛いね。見て、これも可愛い。この花のもかわいい、かわいい。私が探してるのはないね。この小皿がかわいいから、これ多分$1.99って意味だと思う。これを小皿ね。こんな感じでしょうか。Bonk.